まずは婚約破棄から聞いてください。一緒に住もう、共に飯を食べよう、朝一緒に起きて洗濯物畳む、君を後ろから見ながらおはようと言って、もっと早く起きろと怒られたい。でもそれは全部全部叶わないのさ、全部全部全部水に流してしまう。人生楽しいことがある分、悲しいこともあるのさ。悲しい時に人は悲しいことがその分あるというけど、その逆ももちろんあるのさ。あなたと二人に幸せになりたいなんて夢はもう叶わない。指輪が一つ落ちたまま拾うのもなぜか泣けるし、あなたはもういられないと言って床に投げ捨てた。玄関のスリッパの間に今も日が落ちてるのは、あなたに送る指輪。君と語り合った日々はもう戻ってこないのさ。アルバムめくってまた頬に涙が滴って、君の料理ももう食べれない、あの日記も捨てるしかない。思い出が後から波のように襲ってくる、この声がもう聞けないと分かっていても飲み込めない。そんな時は涙と共に書き消して、声にならない思い数え切れず投げ捨てる。玄関にはもう君の靴さえないのさ。あなたが帰るのをこれ以上待てない、あなただけしか。謝りたいけど、そんな声はもうあなたに届かない。大きな声で叫んでも電話を一つかけることすら許されないのさ。あなたに送るはずの指輪。いやいいよ、鈴木即興で作っちゃうっていいよ。いやこのライブならでは的な。いや俺今だってもうオーダーした方がいいかなっていうな。で俺こう歌い続けた時に、おっとそう来るんやね。オッケー、一回もおっと、おっと、そう来るんだね君は。俺もあのモニター越しに、あ顔マジやなって思った。スコイドビッチいらっしゃい、いやいやいや、まあできたら、できたらま、もう気持ちものすごい分かったから、できたら合図して。できたらこうやって合図したらよかった。終わる前に合図して。